はい、皆さんこんにちは、AKです。今回も動画見ていただき誠にありがとうございます。今回もですね、この 4K マスターシリーズの紹介をしていきたいと思います。今回はドラゴンへの道、得点はですね、何もないです。音声がですね、日本公開時の英語版。これまたね、ディスクのデザインもほぼ同じ。わざわざ色が悪くなっております。ドラゴンへの道に関してはですね、一箇所直しておいていただければありがたいところがあったんです。それが今回どうなっているか、それを検証したいと思います。冊子もついておりますが、何度も言うようにパンフレットの抜粋版です。音声がね、日本公開版英語2チャンネルで、広東語が DTS ですね。で、日本語吹き替えモノラルですね。さて、この日本語吹き替えがですね、一番問題ですね。まずそこを見てみましょう。こういうとこ、こういうとこだよ。せめてここぐらい直そうよ。ねえ、ズインさん。そのまんまじゃん。もうね、これ見るだけでね、がっくり。あ、何度も言われてるでしょ？ここの部分が、吹き替えがあるんだと。なぜそれをそのまんま使ってしまったのか。もう悲しい。もうね、本当にやる気がなさすぎるよ。あそこの部分だけでも音を入れること可能だと思うんですよね。ちょっとここで安心して、本当にね、まあ、得点が何もないのも寂しいですけど、入れようと思うと得点あるでしょう。頭痛いわ。今回ここに吹き替えを入れずに、いつ入れるんだよ。ツインさんのやる気のですが、露見したドラゴンへの道でした。そこの部分だけでもね、音をね、変えていれば、問題はなかったのに、なぜこうなるんでしょうかね。というわけでね、4K のボックスを持っている人は買う必要もないんじゃないかなと私は思います。私がね、これはここが違ってるからおすすめしますよと解説したいつもりでした。やはり思った通り、ツインさんは右から左へ音声を移し替えただけで何もしていませんでした。もちろんメニューも動きません。がっくりだ。ということで、今回はドラゴンへの道紹介させてもらいました。また次回の動画でお会いしましょう。